二つ、どもえみつどもえ、小山流生は、室町時代の武将。下谷国小山氏の一族で、一説には、小山義政の着男若いの丸ると同一人物とも、義政の四、男とも言われる。父が小山氏の乱にて廃死した後、幼い流生は、母と共に、欧州の田村氏のもとに落ち延びた。やがて成長した流星は、再起を図って挙兵したものの、 田村昌司の乱の結果として、小山家着竜は断絶。高政自身は逃亡の果てに1443年、江戸地へと渡航する。新天地にたどり着いた流星は、拠点となる館を築いた。その所在地は、上野国花見大会差しパク、あるいはその両方とも言われ、さらに花見隊は、東南十二館の一、花沢館と同一の可能性がある。一方、 先住民族の立場からすれば、流星は侵入者に、他ならず、白の館にはアイヌが攻め寄せた。ところが、これを迎え撃った、流星の戦いぶりが、あまりにも凄まじかったので、恐れをの,のいたアイヌは流星が落としたすね巻きを、拾い上げて、お山権限として祭り、それが、エッサ氏の、はばき神社だと言われる。もっとも、この話は、出典が定かでない上、 そもそもゴンゲンという概念はアイヌではなく和人のもので、あるから信憑性は低い。しかし完全な虚構であるとも限らず、約350年後に当地を訪れた、菅井雅美は流星にまつわるアイヌの伝承を採取している。田沢の小川を渡った先の山陰にある祠、小山ゴンゲン、あるいは小山観音では小山悪くしろ方眼流星がカムとして祀られていた。 またアイヌは、小山家の家紋であるともえを、方眼の見印として陳調し、そこかしこに掘り刻んでいた。本来の小山家紋は二つともえなのだが、アイヌが、ともえ紋をありがたがっていると知った和人の商人が、文様を一つ増やした三つともえをけまうししんとこや、酒かるしんとこなどの様々な商品に施して、売りつけたため、もっぱら三つともえ紋だけが広まっていた。 菅江はさらに考察を重ね、方眼として知られる、源義経が、江戸地に逃れて生き延びたという伝説の下地になったのは、実は、流星のことであり、小山方眼、流星と、九郎方眼義経が混同されたのではないかと、推測している。また、小山観音と東北各所の荒幅木の神との、類似性についても指摘している。アイヌをひれ伏させた流星は、その後、 柿崎氏の家臣となったと伝わる。武田信弘と対立し、かき三年に殺害されたと言われる。伝承によれば、蝦夷地の実権を握ろうとする武田信弘が、半岸かむいと名高い流星を抹殺するため、流星の儀亭をそそのかしたという。ありがとうございます。